十勝地方南部地震は2013年2月2日23時17分、北海道更別村で発生したマグニチュード6.5の地震である。十勝地方南部の北42度42.1分、東計143度13.6分の深さ 108km を震源として発生し、浦幌町、釧路市、根室市で最大震度5強を観測した。 地震の規模を示す MJ は6.5で、この地震による津波は観測されなかった。この地震は南北方向に張力軸を持つ方の断層によって引き起こされ、沈み込んだ太平洋プレート内の地震である。気象庁はこの地震のメカニズムが1993年の釧路沖地震とほぼ同じと指摘している。 地震の揺れから求める通常のマグニチュードは6.5であったが、CMT 界によるモーメントマグニチュードは6.9、音痴実体波による MW は7.0と、いずれも MJ よりも大きいという結果が出ている。10床総合振興局管内で割れたガラスで足を切るなど、計4人が負傷した。浦幌町、池田町、清水町などの約320戸が停電し、 翌3日早朝までに全面復旧した。公共施設の天井部材が落下したほか、商業施設で棚の商品が落ちるなどの被害が出た。北見市で1人、釧路市で2人が負傷した。原子力規制庁は、北海道電力パク原子力発電所、東北電力東通り原子力発電所、日本原燃6カ所再処理工場に異常はないとした。 震度5弱以上の地点は以下の通り。なお、気象庁の推計震度分布図によれば、浦幌町の一部では、震度6弱程度の揺れがあったとみられる。この地震において、地震発生直後に、気象庁は緊急地震速報を、北海道の十勝地方と日高地方と胆振地方と、石狩地方と空地地方南部と上川地方南部と、釧路地方中南部と,南部と大島地方東部。 青森県の下北に発表した。ありがとうございます。